線ができるゼリー食べてみた。こんにちは、すみれとペッチとタコくんです。お兄ちゃんってタコです。今日のおやつは海外のお菓子。そう、韓国シリーズのじゃじゃん、すごい可愛いパッケージの韓国のおやつ食べてみよう。見て、ヤギはどんどん変わってきますね。はい、前は蜂蜜ゼリーとか、蜂蜜ゼリーもなんかね、新しい形になってるのかな。瓶でビュッて出す際とかね、ジュース選んでこう、どっちがいい。これ新大久保でね、買ってきました。これマンゴースムージー。これすごい可愛いよね。ポロロのリンゴ、オリゴ糖のジュースだって。なんかチュッチュするみたいよ、この口が。バブルゼリー、ショートでいっぱい流行ってるみたい。バブルゼリーはストロー2本がついてて、くるくるくるって混ぜてふーってやると風船ってのができるらしいです。まずは僕の喉を潤してください。じゃあ、これも流行ってんの。流行ってるかどうかわかんないけど、韓国のスーパーにね、いろんなキャラがいたよ。これ以外にもいろんなキャラがいて迷ったんだけど、クマいたかな。ゼリーみたい、スムージーだからかな。こ、味めちゃくちゃ濃い。いただきます。こうスポット上にあげて、シャンパンみたい。おいしい。これも濃い。韓国のなんかお菓子ってすごい、なんかパッケージが可愛いおやつがいっぱいだった。日本の普通のリンゴジュースです。リンゴの味した？うん、しました。じゃあいきますか。これ飲みつつバブルゼリーやってみましょう。なんかあれでしょ、パッケージ見た感じだとさ、駄菓子のさ、糸引きキャラだっけ。違う、全く違う、全く違う。すごい色綺麗なんだけど。トロでゼリーをよく混ぜて、つなげてゼリーを吹くとぷわーっと膨れます。だってわー、入ってるみたい。スライムみたい。見て、あのスライム風呂だ。スライム風呂、スライム風呂だ、本当だ。もうスライムって言っちゃうと美味しくない。スライムの響きだからダメ。え、スライムは食べたくないよね。じゃあ混ぜ混ぜします。もちもちしてるのかな、トロンとしてね。ちょっとやってみるわ。柔らかっ、柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。私もうちょっと重いのかと思った。うん、はい、どうなった。こんくらい混ぜます。まあ変わりませんね。トロン、トロン。なんか混ぜた方がなんかもう水飴っぽくなるんだって。ふく、え、ちょっとできたよね、いくよ。わー、こういう感じで。あー、さっきさ、結構大きいのいけた。いけた？食べます。え、もう一人食べるの？食べるときはスプーンがおすすめって言ってた。あ、吸えるんだね。うん、あ、またできません。何この食感。バブルゼリーの味は、うん、美味しいよ。普通にこうやって剥がすんです。あり、あり。はちみつゼリーのボトルタイプ。ストロベリー味だって。あ、あ、わ、すごいすごいすごい。ストロベリー、ちょっとお母さんもやってみたい。あ、すっごい硬っ。そう、硬い。凍らせなくても硬いくなってんだ。見て、すごい。ちょっとお母さんも食べてみよう。うん、これ絶対タコくん好き。スミレも好き。うん、これ美味しい。水飴が硬くなった感じで、これ美味しいかも。この間食べたやつよりなんか、うん、お好みかも。もうすごいすごい、めっちゃ出てる。美味しいです。どっちが美味しい、スライムゼリーと。いやー、はっきり言って両方美味しい。一気にいきます。落としてもいいの。そう、落とす前にハッて口にいきます。うん。あ、汚い汚い汚い。同じ人でしょ。これね、あれとね、同じ匂いがする。バスボム。中にストロー入っちゃった。美味しい。すごい、なんか2つともなんかおやつじゃないみたいに見えるけど、韓国お菓子どう？変わってる。変わってるよね。韓国お菓子どうでしたか？美味しかったです。まあ、欲しいことは言えない。
ごちそうさまでした。バイバイ。